ウィリアム・ウィルバー・フォースワードは、イギリスのインド領有時代の役人。彼は、コベントリー選出の国会議員で同じ名前を持つ、父親の子として生まれた。ワー・イック・とジュネーブで教育を受けて1802年に、東インド会社に就職した。1803年に、カルカッタに到着し、フォート・ウィリアム・カレッジで訓練を受け、ベナレスに赴任した。インド最高評議会では、 インド総督が不在の場合、議長代理を務めた。1818 18年8月11日、ベナレスでデイビッド・ブラウンの次女ハンナ・エリザベス・ブラウンと結婚した。彼は1857年6月1日に自宅で亡くなった。1844年にはヘンリー・ハーディングが英国から到着するまでインド総督代理を務めた。 インドでの教育に関する長期にわたる討論では、トマス・マコーリーのような人々と共に、学校教育の基金をさらに広めたいと思う人々と異なり、バードは世俗的な原因を支持した。1835年、彼は非宗教的な教育はインドで良い成果を上げ、キリスト教的なアプローチが現地の人々を動揺させるかもしれないという懸念を呼び起こし、おそらく彼は、 非常に深刻な描写のカタストロプスと表現した。ありがとうございます。